頼むね。すいません、お願いします、うん、はいはい、お願いします。いらっしゃい、いらっしゃい。うん、輝いてるね、うん、今日も輝いてるね。今日ももう紅葉っていうぐらいはね。うん、さあ紅葉ちゃん、22歳、京都からわざわざ来てくれて、22歳社会人？あ、大学生ですね。大学4回で、自分一浪してるんで今年23なんですけど。なるへそ、はい、ほう。で学生さんで歌、はい、歌っていうのはなんかそういう活動してバンドをやってたりとか部活でやってたりとかそういうこと？全く何もしてない。何もしてない、はい、あ、でも歌に関するすごい特技。そうですね、はい、このその特技っていうのは、はい、それ昔からやってる特技長い。一番最初にできたのは、うん、先月。先月、はい、あ、そうなの。そう、はい、あ、それじゃあ、まあ、まだ見つけられはしないよね。そうですね、確かに、はい、あ、でもまあいつできたかとか問題じゃないよね。そうですね、 SNS って早いからね、はい、あっという間に。いや、そう、あっという間にね。世界中もう駆け巡るんで。そういうことだよね、はい、あ、そう、先月。先月、それはなんかじゃあもう誰かに見せて、周りの人とか、まあ家族とか、うん、やっぱすごいねとかっていうのは評価は誰にも見せてないんですね。あ、こうは初めて。はい、あ、まあ、もうようこそとしか言えないからね。この時はもう誰とも被ってない。はい、もう誰もできないと。はい、はあ、じゃあもうやってもらおうかな、そうなってくると。やれるよね。そうですね、はい、見せてくれるわけでしょ。はい、もちろん、はい、ここで。歌はもともと得意なの？そうですね、うん、野球をしてたので声出したりとか。野球をしてたの、はい、まあ本人が言ってるからね、はい、うん、関係ねえだろとは私は言えないよ。うん、若い身を積むことになっちゃうから、それこそ。なるほど、はい、声量には自信があるということね。そうですね、はい、あ、じゃあ周りから歌うまいみたいなことを言われたことある？まあ、あんまりないないんだね、はい、なるほど。じゃあ歌がうまいとかどうとかじゃないってこと？そうですね、やっぱ技術というか。あ、技術、そこかなと思いますね。なるほど、はい、じゃあもうごめんね、ごちゃごちゃ言って。いや、とんでもないです。うん、ちょっと見せてもらっていいか、はい、そしたらどういう時かっていうと、うん、まあ、歌の歌詞をですね、うん、どんな僕の歌える歌であればどんな歌でも、うんうん、まあ、指定された50音の行に変換して読むっていう、まあ、歌うってことなんですけど。あ、歌詞を、はい、まあ、変えてというか。そうですね、母音はそのままでその行だけで歌うっていう。へえ、もう瞬時にってこと？そうですね、もうパッと。へえ、ザードさんの負けないでとか。ああ、負けないでの、はい、ふとした瞬間にを、うん、最初ね、作業で、すそしさすんさんしです。うん、ちょっと合ってるか分かんないけど。へえ、合ってるかどうか分かんないな。確かに、もちろん言ってくれたらもうその場でパッと変えて、その行で。適当じゃない、母音は合ってる。もちろん、はい、母音は合ってます。じゃあなんかそう出してもいいってこと？お題というか。もちろん、はい、もちろんそうです。なんだろうな、うん、何を知ってるんだろう、そもそも。22歳22歳だな。まあ、得意というかなのは、まあ、うん、オーヤンフィフィ。あ、結構古めの歌知ってる。ラブイズオーバー。ラブイズオーバー、はい、へえ。じゃあラブイズオーバーのこのサビのとこ、はい、ラブイズオーバーのところ、はい、うん、いもらっていい、うんうん、サビ、うん、何行でやりましょう。ああ、行もできるの知って。はい、そうです、何でも大丈夫です。じゃあ、な行で、うん、私はあんたを忘れはしない、うん、なになななのなぬねなになに、なねにななねねのなぬねなになに、にのないのののになのののぬなな。はい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 、まあ、ラブイズオーバーでは行かないんだね。そうですね。行かないんだね。行かないんですね。歌い上げんのかなと思ったけど、うん、ちょっと思っちゃいました。まあまあ、そうだね、もうこっちは勝手に思ってただけだから、ね、こっちのせいだから。こっちが悪い、申し訳ない。